郵政事業本部は大韓民国において郵便事業を行う科学技術情報通信部の直轄機関である。国民の政府が発足して以降公共性を重視することに方針を置かれた郵政及び金融事業は郵便物の取扱数の伸び悩み、金融市場開放や他の金融機関の大型化、金融及び物流産業の競争が激化するにつれて、 環境の変化に対応するには限界があると指摘された。これによって、基幹産業である郵政及び金融事業を国家経営体制で維持しながら、体内外的な環境の変化に対して、能動的に対応することができる法案を模索するという趣旨で郵政事業本部の設置が決まった。このことから、二千年七月一日に郵政事業本部を発足させ、 情報通信部によって管轄されていた郵政事業機能を移管した。郵政事業本部が発足したことに伴い、情報通信部の所属機関である低身長、情報通信公務員教育員、情報通信部電算管理所、情報通信部長たち事務所も郵政事業本部に移管させ、契約職、人気性、性加給、年俸性を適用する本部長を 公開採用を通じて選抜することとした。これを通じて選抜された本部長は、長官と経営に関する契約を締結し、契約内容によって、経営の独立性及び自立性を持って、独自に事業を運営し、経営結果に対して責任を負う。革新業務である郵便物の受付、運送、配達のような郵政事業を含めて郵便局預金。 郵便局保険など、金融関連事業に関する政策の樹立、執行を担っている。所管業務教育訓練に関する計画の樹立。教育訓練需要の調査及び教育訓練制度の研究。教育訓練過程と、教科編成及び教授要目の制定。教育生の教育訓練成績評価及び教育訓練成果の分析。教育訓練資料の収集。 教案作成及び、教材の編纂、観光。教育生の登録、所証明発給及び学籍管理。教育準備、教育生生活指導及び保険、教育用施設、機器及び教育用補助資料と、視聴覚教材の管理及び制作。優政事業本部セクハラ予防教育及び、女性権益相談センター運営。組織所管業務郵便局預金。 郵便局保険、郵便合わせ、郵便振替などに関する言語管理と受け払金の経理、決算。郵便、郵便局金融、電波、放送関連法令により委託された事項。韓国銀行との資金及び保有限度浄化金の管理、決済。電算装備及び付帯設備の設置及び維持、管理。情報保護システムの運営、管理。 組織所属官所管業務優勢事業用物資の調べ立ち、保存及び補給。優勢事業用建築物の建設及び維持、補修。郵便産業機械化施設の建設及び維持、補修。組織郵便物の受付、運送及び配達、郵便局預金、郵便局保険などの金融事業を担当する。名称と管轄地域組織。ありがとうございます。